日本東京都千代田区丸の内鳥取藩、屋敷表も江戸時代の丸の内の貴重な、移行上の公園に位置丸の内は、東京都千代田区の地名で、旧麹町区にあたる麹町地,地域内である。現行行政地名は、丸の内1丁目から丸の内3丁目。住居表示実施済みの地域。郵便番号は100の0005。およそ皇居外苑と東京駅に挟まれた地区で、 東京駅を中心に、北に隣接する大手町と共に、日本屈指のオフィス街として発展し、東京の中心業務地区として機能している。大手銀行の本店や大企業の本社ビルが立ち並び、日本の金融、経済の中心地の一つとなっている。三菱財閥総帥岩崎矢之助率いる三菱社が、国から払い下げを受けた約10万坪の草地であった、ことから明治期には、 三菱木原と呼ばれ、そうした歴史的な経緯から、三菱グループ各社の本社が集中し、三菱村とも呼ばれる。特に、三菱グループの御参加と言われる三菱 UFJ 銀行、三菱商事、三菱重工業の本社はすべて丸の内に位置している。三菱辞書が30棟もの高層ビルを所有しており、丸の内の大家とも言われている。丸の内一丁目に、 日本の中央駅である東京駅が位置している。多数の在来線、新幹線の起点となっており、東京を代表するターミナル駅である。赤レンガ造りの丸の内口駅舎は、辰野金吾らが設計したものであり、1914年に、春工、2003年に、国の重要文化財に指定されている。丸の内二丁目の明治安田生命保険相互会社本社本館は、 国の重要文化財に指定されている。帝国劇場もこの地区にある。1991年に新宿区西新宿2丁目に移転するまで東京都庁舎もこの地区にあった。都庁の一部があった場所を含め JR 東海道線の線路の東側にも丸の内に属する部分がある。マンションなどの住宅や終夜営業の飲食店や商業施設がほとんどないため、 昼間人口と夜間人口の差が極端なのが特徴。平日ピルマはサラリーマンや OL で賑わうが、深夜は行き交う人もまばらである。2000年代初頭までは昼間であっても、週末、祝日は換算としていたが、商業店舗が多く入る丸の内ビルディングが2002年に完成して以降は再開発が進み、平日夜の早い時間帯や、 休日の人通りが大幅に増えた。サラリーマン関係のニュースが報道される際、東京駅丸の内北口から多くのサラリーマンが歩いているニュース映像が流れることが多い。朝の気象情報では東京駅近辺の映像が流れるが、これは住友不動産丸の内ビルから撮影しているものである。山手線西側の新宿副都心などが台頭し、 1997年8月3日に漂流するオフィスビル超一等地、黄昏の町、丸の内という特集が日本経済新聞有刊球面で報じられるなど、かつては地盤沈下が指摘された。2000年代に入ってからは、蒸気のように丸ビルなど老朽化したビルの建て替えや、地区の中心を通る丸の内中通りにある高層ビルの低層階に高級ブランドや飲食店を、 誘致するなど、商業機能を強化し、三菱地所主導の再開発でも理解している。また、東日本旅客鉄道主導で、東京駅も東京ステーション式として再開発を行っており、地下にある駅中商業施設が充実している。三菱地所の調査によると、再開発に伴い、丸の内では、店舗数が約280店、約870店。 土日の訪問者数は約4万6千人、約11万4千人と大幅に増えた。ビルの建て替えや店舗の増加で街全体の魅力が高まり、企業の転入、回帰も進んだ。2014年時点の事業所数は約4300、従業員総数は約28万人となった。無料巡回バスである丸の内シャトルが本地区を中心に、 大手町地区から有楽町地区までの範囲を周回している。西は千代田区公共外苑、北は同区大手町、南は同区有楽町、日比谷、東は中央区との境界にあたる。大手町、有楽町と合わせて大丸優と呼ばれることもある。徳川家康が1590年に江戸城を居城とする前は、東京湾の一部で日比谷入江と呼ばれていた。 1592年からこの入り江が埋め立てられて、江戸城が拡張された。新たに外堀が作られ、外堀であったものが内堀となったため、送るわないと呼ばれるようになった。審判や不代大,大名の屋敷が24余り建設され、大名工事と呼ばれた。南北朝奉行や環状奉行の奉行所、表情所も置かれた。外堀には要所に橋が架けられて通行できるように、 なっていたが、見つけと呼ばれる見張り付きの縄文が設置されて厳しく、監視されていた。丸の内は、基本的に、武士の町であり江戸の町人にとっては近寄りがたい、ところだったと思われる。明治維新後に、大名屋敷は取り壊されて、勧誘地となり、陸軍の兵舎、連兵場などになった。陸軍兵衛が移転した後の1890年、三菱の二代目、当州。 岩崎矢之助に150万円で払い下げられた。当時の丸の内は草の生い茂る原野と化しており、三菱ガファラと呼ばれた。1894年に丸の内最初のオフィスビルである三菱1号館が、春光、これを皮切りに、ロンドンのロンバード街に習った赤レンガ街が、建設され、一丁ロンドンと言われるようになった。三菱の手で、オフィス街が築かれた、この地区は、 現在に至るも、三菱グループ各社の本社や三菱自所所有のオフィスビルが集中する。三菱1号館の竣工と同じ1894年、高知藩、屋敷跡地に東京府庁舎が完成した。1911年に鳥取藩、屋敷跡地に帝国劇場。1914年に三河吉田藩、三正津山藩。 カズサ・鶴巻藩の屋敷跡地に、東京駅、1923年に、岡山藩屋敷跡に丸の内ビルが完成するなど、急速に発展した。また、東京駅の開業を皮切りに行行通り周辺に、建設、約30メートルの高さで規制されていた、アメリカ式大型ビルの街並みをニューヨークに習って一丁、ニューヨークと呼ぶようになった。第二次世界大戦直後、 丸の内のオフィスビルが連合国軍最高司令官総司令部に接収されたため追い出された企業の多くが東京駅を挟んだ八重洲に拠点を求めた。このことにより東京駅の乗降客数で比較した場合、一時的に八重洲口側の乗降客数が丸の口側を逆転した時期がある。八重洲側の急激な開発は連合軍の接収が解除されるまで続いた。 1957年、新大手町ビルジング建設にあたり、三菱辞書が借地権者である、ザ・ファースト・ナショナルシティ・バンク・オブ・ニューヨークのカリー店先に、三菱中5号屋跡の仮設建物を提供しようとしたところ、赤レンガ街は、ニューヨークのスラムであったハーレムを連想させるとして、難色を示した。これを受け、三菱辞書は、丸の内中通りを拡幅して、 裏通りの指導を廃止、赤レンガ街の19棟の建物を解体して8棟の大型ビルに集約する丸の内総合改造計画を指導させた。1959年着工の千代田ビルジングを皮切りにレンガ街は急速に建て替えられ、1970年代前半には建物の高さの揃った近代的なビルが整然と立ち並ぶ街に生まれ変わった。 1974年に三菱重工ビルジング前で発生した三菱重工爆破事件ではテロの標的ともなった。1991年に東京都庁舎は新宿副都心に移転し、跡地は1997年に東京国際フォーラムや豊田通商東京本社となった。2005年から東京国際フォーラムを中心に開催されているラフォル、ジュルネオジャポン、 熱狂の日音楽祭はゴールデンウィークの一大イベントとなりつつある。2000年代に入って丸の内の再開発が急速に進み、2002年8月に竣工した丸の内ビルディングは開業から4日月足らずで入場者数が200万人を突破するなど一躍観光スポットとなった。その後も2004年9月14日に日本国有鉄道本社跡地、 JTB 本社跡地、東京中央ビルディングの跡地に、丸の内をあぞが、その3日後の9月17日に重要文化財の明治生命館を保存しつつ、周囲を再開発した明治安田生命ビルが、さらに2007年4月27日には、新丸の内ビルディングがオープンした。2009年4月30日、丸の内最初のオフィスビルである三菱1号館が、 解体から41年を経て、三菱一号館美術館の建物として、レプリカ再建された。2017年現在、丸の内1丁目3番及び、丸の内3丁目2番において、高層ビルの建て替え事業が進行中である。2020年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。3丁目は、世帯数と人口ともに統計上は例となっている。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。丸の内1丁目、丸の内2丁目、丸の内3丁目バス。ありがとうございます。